皆さんこんにちは、タスガイナイスです。リアルデイズ100デイズ33日目やっていきましょう。ということでレッツゴー。ではタイマースタートしまして、はい、本日ね、あの寝起き2時間です。ということで全然声が出ていませんけど、よろしくお願いします。あー重い、入ったばっかね、重いからね、怖いんだよなと思いつつ、多分こっちから入っていった方が近いですよね。ガクガクなんだけど、どれくらい動画で見えるかわかんないけど、ガクガクです。結構まあ、この辺から渡っていけばいいか。さあマジで頼むから、ブレイズとガストはやめてね。ブレイズとガストはダメだよと言いつつね、やっていきましょう。さあまあエンダーマンに目は合わないとは思いますけど、まあブレイズの攻撃が来たら死にます。対戦ありがとうございました。ということでやっていきましょう。この辺から登っていけばいいかな。ワン、ツー、スリー。まあデイリーまあ今後するかもしんないけど、まあ一旦はいいでしょう。ということで、松明を持ちまして盾は持っているということで、さあやっていきましょう。こっから来まして、この辺は特に何もなくて、もっと向こう、この内側とか、内側もちゃんとありますね。内側もちゃんとあるということで、さあ、ウィザースケートンがおりまして、さあ、ブレイズも攻撃してきております。さあまずはブレイズをしょっていきたい。オッケー、しょっていく。さあ、からのウィザースケートンにワンパンチ。ワンパンチしてこない。こっち来ない。さあ、フィグリンに気をつけつつね、しっかりとウィザースケートンを買っていきましょう。さあ、キャモンということで、落ちろ。うん、落ちない。残念。まあ、さすがに一発で落ちないと。さあ、もう一匹おります、ウィザースケートン。おら、おら、おら、頭落とせ。頭落ちない、ゼロドロップ。でね、これね、あの、ピグリンに攻撃当たりますので気をつけましょうね。ピグリンに攻撃当たったら、まあ、ほぼほぼ終わりだと思った方がいい。よいしょ。よいしょ。これ弓の方がいいか。弓で、しっかりと、さばいていく。さばいて、さばいて。オッケー。ここまで小さくなったら、さすがに範囲攻撃の方が早い。ということで、さばいていきまして。ここのピグリンガチでだるい。ここのピフリンガチでだるいんだけど。弓にするか。弓で一応ここのも縛いて。怖いピグリン。急にさ、こいつ動き出してさ、射線に入ってくるんだよ。本当に怖い。オッケー。さあ、大体処理まして、さあ、スケルトンがおりますので、スケルトンもしっかりと処っていきまーす。オッケー。待って、松明を全然置いていない。松明を置いておかないと帰り道がわからなくなりますので。おーい、ブレイズを急に湧くんじゃないよ、まったく。あ、待って。今、盾を構えようとして、松明を置きました。対戦ありがとうございました。ホング。ホン。オッケー。さばいていく。てかさ、これ結局さ、ここでさ、要塞探索するんだったらさ、結局必要数集まるよね、みたいな。ブレイズロット、必要数集まるんじゃねみたいな話があってさ、なんかあんまり意味なくねみたいな話があるんだよね。なんか、これ内側か。多分内側に湧いてますね。これ多分ここ降りるとこですね。さあ、ウィザースケートを。しょって、しょって、オッケー、しょって、落ちないと、オッケー。ただ、松明が手に入ってくれるのは嬉しい。ウィザースケめっちゃいるな。さあ、とりあえず、松明を置いていきまして、さあ、ここに多分、なんかいるよね。ブレイズが、あ、もう一個下か。もう一個下っぽい。あ、ここにいますね。ブレイズ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 。オッケー、しょっていく。避けていく。しっかり避けて。さあ、この辺が、帰り道ということは、ちょっとわかりにくいけど、さあ、降りまして。ここは来たとこか。ここスタート地点だな。ってことは、こっから入っていくのか。こっから入っていくっぽいですね。帰り道向こうね。左ね。オッケー。帰り道左ということを覚えておいて。さあ、登っていきたいですね。キャラコンが下手。さあ、しっかり登りまして。うわー、溶岩鬱陶しい。で、ここは多分これ、ないよね。そうだよね。これないということで。さあ、あそこのブレイズがね、ちょっと鬱陶しいんですけど、あそこまで届かないかな。届いていく。オッケー。しっかり届いて。もうちょっと上。オッケー。しばいていく。痛い。まだいる。もう一匹いますね。ちょっと待って。もう一匹いるんだよな。あれ？ちょっと待って。さっきのやつかな。とりあえず、ここを塞ぎましての、ここ、こんな感じで塞ぎまして、ここを塞いで、でもなんか、ネザーウォートありそうじゃないですか、これ。でも、階段の横なんですよね、ネザーウォートあるのって。待って、今なんか嫌な音がしたね。今ね、なんか嫌な音がしたんですけど、いることはいるけど、なんかいるよな。なんかいるよね。よいしょ、ここを塞いで、OK。さあ、これでウィザースケート来れませんので、さあ、ブレイズおりまして、とりあえずブレイズ、ここのブレイズをしょれば良さそう。よいしょ。よいしょ、ここ空いてる。空いてるから気をつけて。空いてなかった。オッケー。空いてないならいいや。で、
じゃあどっち行きましょうか。こっちはとりあえず行ったということにしておいて、この階段の下とかにネザーウォートありそうだけどどうだろう。こういうね角マジで気をつけましょうね。あ、特に何もいなさそうだけど、ウィザースケルトンがいるんだよな。ウィザースケルトン買っていきたいので、ウィザースケルトン買っていきましょう。サッカーマン、ウィザースケルトン。あー待って、なんか余計なのがいる、余計なのがいる、いらないのいる。よいしょ、1匹さこい、さこい、暗いよ。なんか暗視ポーションが欲しい。落ちろ落ちろ、気合いだ。落ちない。はい、対戦ありがとうございました。ということで、ここにねなんか余計なのが1匹いるっぽいので、ここのもしっかりとしばいてしばいてしばいて、オッケー。さあ食らいまして、まあまあまあ一発ぐらいねどうってことはありませんので、しっかり、あー待って、棒がない。いった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 、まずい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 、危ね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 。ちょ、もう後ろから来るウィザースケートマジでやめろ。まあさすがに死なないでしょ。ウィザーのね、ウィザー状態とは違いますので、まあ、ウィザースケートはね、結構一瞬で終わってしまうのでね、一瞬で終わるので、まあ、大丈夫っちゃ大丈夫なんですが、怖えな、もう、松明作成中にっていうか、棒がねえ、棒が。こっからさ、青森に帰って棒を拾うみたいな話がありそう。ちょっと待ってね、こっちじゃないね。来るべきはこっちじゃなくて、多分階段の方なんですよね。ウィザースケめっちゃ湧いてて、くさー。これは多分、上と下は繋がってないよね。さあ、とりあえずパンプキンパイで回復をしつつ、なんかいそう。なんかいそうだけど、とりあえずチェストがありますね。さあ、とりあえずチェスト開けていきますか。松明が、これ最後の泣きなしの1個です。棒はね、入ってないので、まあ、泣きなしの1個ですね。あー、金か。まあ、金だけもらっていきますか。まあ、あんまいらないけど、この上のウィザースケートも借りたいけどな。借りたいけど、ちょっと危険が危ないので、ちょっとやめましょう。こっちも何もなくて、次行くべきはどっちだ？こっちじゃなくて、どっかに階段あったよね。こっか。ここの階段ですね、次。さあ、ウィザースケルトン。ウィザースケルトン、段差はね、結構ね、早く上がってきますので、気をつけましょうね。オッケー。さあ、落ちないと。で、角。角待ち、ちゃんと警戒して。オッケー。さあ、ここしっかり塞いでから、左右を確認。あんまりなさそう。ブレイズがいる。待ってね、ピグリンが怖い。よいしょ。剣を構えて、さあ、さばいて、さばいていく、オッケー。ここは何もなし、オッケー。あぶね、びっくりした。あ、さあ、ウィザースケが2体おります。とりあえず、ウィザースケを買っていけばよさそう。ピグリンがこっちに来る。ゾンピグね、ゾンピグこっちに来ることをしっかりと避けまして、オッケー、しっかり確認して、しっかりね、大丈夫なことを確認してから、よいしょ、落とし、あ、待って、落ちた、落ちたくない？今。あれ、落ちてない、落ちてないですね。はい、ありがとうございました。怖えし、ネザーウォートね。ネザーウォートないですね。あったー、あったあったあったー。ということで、ネザーウォートをもらいまして、あ、ウィザースケいる。ウィザースケも買っていきましょう。ついでにね。ウィザースケルトンの頭、落ちない。よし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 。ネザーウォートもらっていきましょう。でね、これね、なんか、ハードコアじゃなかったらね、1個残すみたいなね、プレイングがあったりなかったりするんですけど、まあ今回はね、ハードコアなので全部買っていきます。さあ、しっかり左右クリアリングして。まあ一応、ちょっとだけ探索していく？ちょっとだけ探索していってもいいけど。まあもう探索する必要もないんだよな。帰りましょう。帰りましょう。帰りましょう。もう必要なもの取ったので、こっちですね。必要なもの取ったので帰りましょう。まあ見える範囲には、まあ何もいないでしょう。なんかいる。なんか、何もいないでしょうって言った途端になんかいたね。ほいっと。ほいっと。オッケー。さあ、さばいて。やっぱね、湧き潰しが甘いとね、結構ね、ブレイズとか湧いちゃうんですよね。てか、今回、松明がないからさ。松明がないからあれなんですけど、結構湧くんですよね、ブレイズ。湧き潰ししてても、湧き潰しというか、まあ、松明置いてても。ああ、なんか横から、鬱陶しいのが来た。うわあ、めっちゃ湧いてる。めっちゃ湧いてる。めっちゃ湧いてるけど、帰り道はこっち。帰り道こっちなので、あそこのね、ブレイズだけしばけば、まあ、帰れるでしょうということで、立て！オッケー。さあ、今日はやめておきますを、ブレイズで達成していく。今日はやめておきますは、縦で防御するかな。縦で防御するっていう実績のはずなんですけど、これをね、まさかのブレイズで達成していくというね。なんか燃えてて草。ということで、帰りましょう。これさ、結局さ、また来るよね。また、多分また来ると思うので、多少階段状にしつつみたいな話でやっていきたい。やっていきたいんだが、ワン、ツー、スリー、フォーと。登って、なんか怖い音したな。
なんか空洞音足みたいなのしましたけど、まあまあいいや。とりあえず帰りましょう。必要なものを取ったので、ネザーウォット取ったよね。あれ？ネザーウォット取ったよね。で、頭は落ちてなくて、ネザーウォットは33あります。で、ブレイズロットが8本集まっております。いいね。まあまあ、ブレイズロットもね、まああって困るものではないので、これ帰り道こっちですね。棒は多分拠点に帰ればあるので、まあ棒は取っていかなくてもいいでしょう。なんかいらないの来たー。これどっからこっか、ここを降りて、ここの辺は降りてよくて、前回もこの道通ったんだよなって思いつつ、さあ今日こそね、醸造していきたいですね。これは変な方向に曲がっているタイプ、しっかりしゃがんで、よいしょ、降りて降りて、これね、ジャンプするとね、結構ね、なんかモブの当たり判定がね、強くなるっぽくてですね、あんまね、こういう細い道だとね、ジャンプしない方がよくて、金ブーツはつけているので、さあしっかり歩いていきまして、いや怖ーい。こういうとこはね、すれ違いはしっかりとしゃがみながらね、こうやってしっかりと落としていきます。落として、 OK、 落として、さあ1匹落として、もう1匹落としまして、まあこれ落とす意味ないんですけどね、まあなんとなく落としておいて、さあもう1回すれ違い通信していきましょう。ああ、もう夜じゃん。これもう拠点戻ったら夜ですね。はい、ということで、すれ違いしまして、まあ、これでもう大丈夫でしょう。うぅ、もうね、夜ですね、時間的に。もう12分は経っているので、12分近く経っているので、まあ、帰ったらもう夜ですね。まあ、醸造するぐらいの余裕はあるでしょう。ということで、帰っていきたいんですが、はい、危ない危ない。まず、石の道怖すぎ。この一本道ね、本当に怖い。で、こっか、この辺に穴があって、こっから階段状になってるんですよね。ということで、ここも降りまして、まっすぐ走っていきまーす。ああ。よしよしよし。これで本当にね、前50日でやることは終わったかと思いきやね、そういえばね、ピグリン要塞も行かなければいけないことをアイさん思い出しました。今ね、ネザライト20、ん？い、まあ、今ね、1.20 でしたっけ ?1.20 のはずなんですけど、ネザライトにするためにネザライトの強化型が必要ということをアイさん思い出しました。ということで、ピグリン要塞もね、また今度行きたいと思います。ピグリン要塞はね、もうエンダラ討伐終わってからでいいかなって思っておりますが、さすがにさ、もうネザライトを取りに行くのめんどくさいよ。ネザライトの強化型痛いです。ネザライトの強化型取りに行くのめんどくさいですよね。本当にめんどくさいなと思いつつ、いつもねマイクロはやっております。さあとりあえず帰りましょう。まあピグリン要塞はね、後でいいと思うので、さあ帰りまして、ネザークォーツだけちょっと掘ってく。うわー、頑張れ、気合だ、気合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 、よいしょ、気合、よし、オッケー。で、ちょっとこの辺ネザークォーツじゃなかった、ネザークォーツだけね、ちょっと掘っていきたいんですけど、掘るほどなさそうですね。やっぱレベルなんてね、ナンバー上げてもいいので、なんか要塞じゃねえや、なんだっけ、この辺、ここにありますね、ここにあるネザークォーツだけもらっていきましょう。レベル上がりきるかな ?30 まで上がってくれると嬉しいんですけど、さすがに30まで上がらないか。さすがに30は厳しそうでは、あー、でも意外と上がりそう。もうちょっと掘れば全然上がりそうですね。さあ、とりあえず、うん、エンチャントね、あとなんだ?ダイヤブーツとか弓とか、弓にね、無限つけたいんですけど、無限つかねえかな。まあ言うてもね、無限いらないっちゃいらないけど、100日しか生きないわけなので、100日しかね、このワールド使わないので、まあ必要かと言われたらそんなに必要でもないんですけど。さあとりあえずレベルを上げて、で、あとなんだ、効率強化が、効率強化マジで欲しい。あ、ちょっと足んないな。もうちょっとない、ネザークォーツ。ネザークォーツもうちょっとないですか?こっち側ってありましたっけ?ネザークォーツ。ありますね。ネザークォーツ。あ、これ金鉱石だわ。まあ、金鉱石もね、一応ね、あれ、経験値は出るはずなんですけど、あー、ないな。あー、ネザークォーツないな。ネザークォーツを掘るために地下に来ますか。まあ、地下に行って、まあ、ネザライト掘りもついでにみたいな話で、今ね、高さ70なんですよね。結構高いっていうね。まあ、どうせだし反対、びっくりした。これね、ポータルのとこね、止まりますので、ちゃんと。溶岩ね。溶岩止まりますので。待って。止まってほしい。あー、帰っちゃった。ちょっと待って。帰りたくなかった。ね、あの溶岩はね、絶対埋めておいた方がいい。絶対埋めておいた方がいい。待って、エンコードが高負荷です。大丈夫か?
埋まってないよね。オッケー。あ？ここ。オッケー。もう、あ、そこに置いたのか、お前。なんか変だなと思ったけども。じゃあこっち側から地下に行くか。もう、幸先悪すぎだろ。なんでさ、地下に行く道を掘る前に溶岩が出てくるんだよ。おかしいだろ。さあ、地下へ参りまーす。地下へ参りまして。あ、棒だけ持ってこればよかったですね。棒だけ持ってこればよかったなと思いつつね、掘っていきましょう。で、一応ね、目指すは Y15 ですね。まあ、ネザライトが掘れると言われるテンプレの高さですね。まあ、そちらを目指して掘っていきますが、まあ、それまでにネザライト、古代の瓦礫出てくれてもいいんだよ。古代の瓦礫だっけ？古代の残骸だっけ？なんかね、統合版とね、ジャバ版ってね、若干名前が違うんですよね。あれ。違うというか、違ったというか、今パリティされたんだっけな。なんか今パリティされたみたいな話があったりなかったりした気がするんですけど、47全然ですね。やっぱこの辺全部埋まってるよね。まあ、埋まってるよね。あんなところにね、普通あんなところにね、ネザーポータル生成されないので、まあまあ埋まってるよねっていう感じ。で、一応ね、出てくる溶岩には気をつけつつ、やっていきますが、溶岩ブロック、マグマブロックですね。マグマブロックか。マグマブロックはね、張り替えておいた方がいいな。表情歩行がないため。まあ、張り替えておいた方が、まあ、無難ではありますよね。マグマブロック、マジでさ、あれ、ピグリントラップ作るときにね、使ったというか集めたんですけど、マジで集めるの大変だった。あれはね、大変だったよね、って思いつつ。ここは、1マス溶岩だよね、さすがに。26。あ、違うかもしれねえ。あー違うかもしれねえわ、これ。あーなんか違いそう。もう、まためんどくさいじゃん。やっぱさ、なんか生成おかしいよね。溶岩溜まりかな、これ。なんか溶岩溜まり臭いけど。なんか溶岩溜まり臭くないこれ。で、一応、今高さは24か。もう、まだ先ですね。なんか溶岩溜まりっぽかったけどな。上掘ると死ぬということだけは覚えておきましょう。20、もうちょっとですね。いやー、地下溶岩溜まりガチでだるいんだよな。で、ネザークォーツが一切出てきてないというね。ここが15ですね。15ということで、まあ、どうしよっかな。松明持ってないんだよな、今。ちょっと今、松明持ってないので、なんか適当に、もうまっすぐ掘っていくか、このまま。まあ、ちょっとこのまままっすぐ掘って、そっから左右に適当に掘っていくみたいな話で、なんでさ、ネザークォーツより先に古代の残骸が出てくるんだよ。おかしいだろ。で、これね、アイスさんいつも言ってますけど、古代の瓦礫、古代の残骸ですね。これ引いた時ね、しっかり周り掘りましょうね。なんかね、1マス飛ばしてね、生成されること結構多いので、まあ、しっかり周りを掘ってね、まあ、ない、連なっていないことをね、しっかり確認してね、1個掘っていきましょう。ということで、硬ーい！買った！オッケー。さあ、ということで、深淵に隠されし物をゲットです。古代の残骸ですね。統合版の方が古代の瓦礫なんだったかな？確か昔の名前がそんなんだったんですよね、確か。アイさんの記憶が間違っていなければ。で、ネザークォーツくんは出てこないと。ネザークォーツの方が圧倒的に生成量多いはずなんですけどね。おかしいな。おかしいな、なんでだろうな。で、一応、この1マスレーンだったら敵対モブで言えばスケルトンぐらいしか湧かないはずなので、まあ、そんなに気にしなくてもいいとは思う。が、砂利は邪魔と。これ上、ゲンブガンデルタだな。ゲンブガンデルタ、ダリー。一応溶岩降ってくるゲンブガンデルタじゃないか。ただのゲンブガンか。まあ、ただのゲンブガンっぽいですね。おーい、めんどくさいとこにネザークォーツを生成するんじゃないよ、君。本当にめんどくさいとこにネザークォーツ生成するじゃん。取って。あ、でもまあ、これで砂利ゾーン終わりっぽいですね。で、レベルが30になりまして、OK、いい感じですね。では帰りましょうっつって帰れなさそうですね、時間的に。もうあと1分を切っておりますので、ちょっと拠点までは帰れなさそうですね。今日もまたネザーで1日終わってしまうのか。まあでもこの辺はね、多少安全なので大丈夫かなとは思いますけど、ポータルまでギリギリ帰れるか、怪しいラインです。っていうかさ、要塞で行ってさ、取れたのが金2個っていう終わりみたいな数なんですけど、これはどうすればいいんでしょうか。ネザークォーツじゃないや、なんだっけ、ネザーウォーとか、ネザーウォーと埋めたいけどな、できれば。できれば埋めたいけど、ちょっとそこまでは時間ないですね。まあ、あと15秒しかないので、
まあこれは帰って終わりですかね。ということで、さあポータルへ入りまして、反対側ね溶岩ということでね、気をつけていきましょう。ということで帰ってまいりました。朝です。ああよし、とりあえず一旦ネザー編はこれで終わりということで終わりです。はい、ということで33日目、お疲れ様でした。いやーこれでね、さすがにねネザー前半50日でネザーでやるべきことは全部終わったのかなと思いますので、これからね50日目のエンドラ討伐に向けていろいろとね準備していきたいと思います。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。